はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今日は、先ほどガラクタ3兄弟ですね。そうね、いつもねすみません間違えるんですよ。いえ全然ないです。ジタラクとガラクタを間違えるっていうことちょっと意味がちゃうすみません、頭がいつもおかしくなってますけど、の田中さんに、こちらの N1RS を乗っていただいて、マニュアル操作のレクチャーを受けました。その後にヒデさんが、聞いた上で、同じコースをまた走っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルでは車についていろいろ調べているチャンネルです。車を買って乗って売るまでをコンテンツにしております。もしまだチャンネル登録をしていない方いられましたら、ぜひチャンネル登録ボタンと通知ボタンを押して次回の動画も楽しみにしていてください。今回購入した店舗はホンダカーズ兵庫神戸永田店さんとなります。いろいろと相談に乗っていただきました。田中さんの運転はガラクタ3兄弟のチャンネルで公開されているので見に行ってください。コメント欄にリンクを貼っておきます。ではご覧ください。はい、では早速出発したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さっき聞いた分で、はい、ちょっと勉強させていただいたんで、走り方が変わるかどうか、はい、楽しんでいきましょう。はい、そうです、楽しむことが一番ということで、はい、はい、もう基本2速で、はい、行きたいと思います。はい、お願いします。でハンドル操作に集中できるような感じで、このね、音をついね、気にしてしまって変速したくなっちゃうっていう、はい、よくよくあのタコメーター見てもらったら言うほど回ってないんで。なるほど。だからこのさっき多分話の中で僕も言ってしまってたと思うんですけど、はい、あの燃費っていうところをよぎってしまうというのは、はい、あのあまり気にしない方がいいわけですね。車好きはまあ燃費は気にしてないですよね。ですよね、そもそもそうなんですよ、はい。環境問題とかいろいろありますけど、今の車はやっぱ環境対策はされてますから、はい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 、もう楽しんでいただいたらいいんじゃないかと、はい、なるほど。今もうね、2速でずっと今います。自分の中では今違和感はちょっとあるんですけども、ただ乗ってる分に関しては余裕を持ってる感じはありますからね。そうですね、ギア操作にあんまり意識しなくていいですからね。まだあのクッてこう入り込めるカーブが自分の中でまだしっくりできる感じがしないですね。ちょっと先の方を見てもらったら、先っ頭入れますね。こっちですね、はい、見ながら、そしたら自然とこう頭入れます。はいはいはい、なるほど。ああ、今みたいな感じ。そうです、先の方、先の方見ていけば、はい、自然と頭クーって入れて。ああ、なるほど、はい、先先っていう意味がだんだん分かってくる。なるほど、自然とそっち向かうんですよね。はいはい、ほな車の鼻先がそっちに向いちゃう、そっちに向かうっていう、人間の人生と一緒ですかね。なるほど、そっち行きたいといえば行く、行くってことですね。まあそうできてるんですね。できてるんですね。そうなりたいと思えばなるという、なせばなる、なる、思えばなるね。事業者みんなそれを元に頑張ってますからね。そうですね、夢持ってやってますからね。やってますからね。ちょっと気持ちよく走れてる気はします。確かに、ね、変えましょう。ああ、今の大丈夫です。今ね、吹かそうと思ってたんですけど、はい、遅れました。遅れたら激運やっぱりこう、こっちこっちこっちってなっちゃいますもんね。なりますね。だから今のタイミングを、そうですね、少しずつこう鳴らしていく、はい、鳴らしていく。普通にあの信号の多い道走ってる時も、はいはい、意識してやってみるとか。ああ、そうですね、普段からちょっとずつやっていくとできるようになるんで。なるほど、練習だ、ね、練習ですね。イメージ、イメージですね。今ここ2速で全部が降りていってます。はい、2速ぐらいがちょうどエンジンブレーキ的にもいいぐらいにかかってくれるんで、はいはい、そうですね、はい、この車どうです、2速強めですか。そうですね、ギアはまあ
あんまり長い感じではないんで、はいはい、あの短めかなと思うので、はい、おーおー、今入れ間違えた。あ、全然大丈夫です。2足でちょうどこの山道合ってるかな、はいはい、多分踏む人だったら3足入れて走るかなっていう、はいはい、なるほど。長さんでは2足がちょうど2足ぐらいで、あ、まあ、こうゆっくりマイニングする方が、はい、多分安全で安心で、はい、マイニング楽しめるぐらいじゃないかと。なるほど。ちょっとスリルっていうのを求めるともうちょっと踏むかもしれません、はいはい、これね、今言われて分かってきたことで言うと、はいはい、僕踏む方ですね今ふと思いました、はい、僕あんま踏まへん方かなって思ってましたけど、はいはい、マニュアル乗るとそれが踏んでしまうっていう感覚が自分の中であったんだなというのを気づいたところですね。だからあの加速と減速をちょっとある程度やっぱりこう空間を考えた方がいいかもしれないですね、はいはい、なるほど。じゃないとアクセル踏みっぱなしになってしまう。あ、そうですね、はい、加速して止まる。あ、そっかそっかそっか、なんとなく今分かってきた、はい、そうじゃないとあのアクセルに、はいはい、あの足が乗りっぱなしになってしまったりするんで。そうですね、はい、あのオートマに慣れてるとあの勝手に抜いたりで調節することでやるじゃないですか。そうそうですね、はい、あの感覚がなんていうんですか、染みついちゃってますよね。染みついてるんで、それをちょっと抜かなあかんですね。取り除いてあげないと。やっぱり加速減速っていうのはやっぱり基本ですよね、はい、車の。そうですね、そこがやっぱりオートマだと、はいはい、そこは意識抜けちゃうんで、はいはいはい、実はですね、はい、今度買う車、はい、決まって日産なんですよ。日産の何ですか？新型ノートです、はい、あ、ノートですか？ノート今要素売れてるみたいですよね。売れてるみたいです。で、ワンペダル操作ができるですよ、はあはあはあ、要はアクセルを抜くと、はい、ブレーキが自然と。最先端のクオリティですか？そうです。っていう車を手に入れるんですけど、あのまたおいおい、あの乗らせてください。試乗車も乗せていただきましたけど、はい、この操作感と真逆でした。あ、全然違うんですか？あの多分何も考えんくなる気がするって思う。それが一番なんか怖い気がするんですよね乗せられてるっていう。そうですね、乗ってるじゃないですか、ね、乗ってるではないですね。運んでもらう感が。まあ、そういうことなんですね、うん、でも僕的にはそれも正直ありやとは思ってる方なんでもあるんですけど、はいはい、要は操るのがこのマニュアル操作のある RS のことやと思うんで、はいはい、でももうどっかもう早行きたいとか、なんかもう遠くへこう連れてよみたいな家族、はい、込みで考えると、まあなるよねみたいなのは正直思っとって、はいはい、まあでもだんだん住み分けになってくるんですかね。あ、そうですね、多分ジャンルが分かれてくるんですかね、うん、はっきりと、うん、同じ道路を使ってるけど、はいはい、ジャンルが変わるみたいな。それで税金とかも変わるんでしょうね。変わるんでしょうね。あの保険も変わるでしょうね。ですよねなんか実際ね、13年経ったら上がっちゃいますしね、はいはい、そうですね、税金あれもよく分かんないですけど。そうですね、大事に乗ってたら高鳴るという。そうですね、この仕組みが減速して、はい、1回拭いて、はい、入れて、あ、結構出られる。大丈夫ですあのギア変えるときこうですね、こうですね、はい、こうですね、ポンと1回抜いて、はい、真ん中入ってスッと2段階で考えてもらったり。あ、それ頭入れとる。トントンぐらいね、はいはい、ガコンで入れてる。そうです、ガコンってするとギアガガってなるんで、はい、トントン、そうです、今のみたいなんですね、はい、めっちゃ気持ちよく入るんです。入りましたね、はい、なるほど、リズムです。なるほど、この公園良かったでしょ。いや、いいとこですわ、ほんま。もうゆっくり過ごせるにはちょうどいいと思います、はい、神戸ね、街も近いし、こういうとこもすぐ来れるんで。そうなんですよね、下行ったら海ですね。そうです、そうです、もうすぐこう場所場所で楽しめるところはありますもんね、はい、なかなかね、あの機会がない人はまあ多いですもんね、うん、あれなんですけど、はい、おっと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 、今回転合ってなかったですね。そうですねあれ、ああいう時はあのクラッチゆっくり離せばいいんですよ。はいはい、ちょっと早かったです、早かったです。
焦るんやろうな。焦ってんのやろうな。焦ってまうんですよ、運転してると。はいはいはい。落ち着いて、ゆっくりと操作していただいたら。ありがとうございます。誰もはい、あのせえって言ってませんの。言ってませんね。そう、言ってないんです。言ってないんですけど。焦ってまうんです。多分、心の中で焦らしてるんですよね。自分で。運転も自分との戦いですか。そうそうもう冷静に冷静にね。この弟が言ってたんですよ、はいはい、運転しててイライラしたら、はい、好きな車乗ってんのにもったいないやって。ああ、その発想面白いなと思ったんですね。そうですね。好きな車乗っててイライラするのってもったいないと。それは言えますね、はい、そんなに車好きが言うことになっちゃうかなと。いや、素晴らしい言葉、はい、それを今度弟さんに、はい、こちらね、そうですね、一回お貸しして、はい、乗っていただくレビューを。そうですね、まあ、好きで乗ってますからね、うちの家族みんな。いや、あのお母さんの動画、はい、あのバイクの、はい、めっちゃ面白かったです。あ、面白かったですうちの母親のレガシー乗ってますよそうなんですか。レガシーターボ付き乗ってますから、あれ早いんですよ。2リッターの2リッターで280馬力出てますから、はい、早いんですよあれレガちゃんって呼んでますもん。レガちゃんすごいな。そうなんです、エアロもバッチリ決まってるやつですもん。スラもびっちり出てますからでもそれで楽しめる車のね、あの生活遅れてるのは羨ましいですね。いや、本当に車ライフ、ね、いいですね。なんか本当車の良さっていうのがもっと伝わればいいですね。そうですね、やっぱ乗り物っていう、なんていうんですかね、箱でしか考えてないところって多分ある人も正直おるとは思います。利便性だけでですね。そうですね。ただそうじゃなしに操ってるっていうか、そう、操作する楽しみって。そうですね。もちろん機能とかもいろいろ充実してるんで、はい、それはいろいろ楽しみなところはあるんですけど、はいはい、運転する喜びをね、そうなんですよ、みんな分かってほしいっていうのはもう最近特にあの YouTube やりだしてから思うようになってきました。いろんな車乗れば乗るだけ個性があって、はい、そうですね、はい、乗り味も違いますし。違いますね、はい、それもまた楽しいですし。そうですね。あとはそのやっぱカスタムする喜びとかもやっぱあったりするんで、愛着が湧くんですよね。そうでしょうね。そこはあの唯一無二な車になっていくんで、自分なりのこうカスタムで楽しんでもらえれば、はい、まあ、今の車できすぎてるんですよね。いや、まあそうですね、見た目かっこいいですし、はいはい、でなおかつ時代の流れやと思ってるんですけど、はい、安全装備がねやっぱ充実しだしたっていうことで、まあ、そうですね、なんかあまりみんな肥大化してるとかって話出てるんですけど、はい、まあそれは仕方ないなと思いつつも、はい、だからなんかね車好きの人となんかね戦ってる構図に見えるような話がね。いや、やっぱ戦ってると思いますよなんかもう僕そこはねなんかね平和でなんかできないかって勝手に思ってるんですけど。いや、平和にしてくださいいや本当に我々逆に言うともう乗りたい車今のうち乗っとかなと思ってますから。それは思いますね、はい、乗れなくなるんじゃないかって。はい、まあ、僕が YouTube 始めたきっかけの中の1個がそれです。そうですよね本当に乗りたい車たくさんあるんですけど、はい、まあ、まだ叶ってないものもいっぱいありますから。そうですね、自分らがこう普通に生活してきてて、はい、ええー、なって要は検討する車っていろいろあったんですけど、はいはい、あっちも乗ってときたかったなみたいな。そうですよね、後であるんですよね。ありますよね。直近で言うたらなんですけど、はい、現行のシビックも乗れないんですよ、はい、え、あ、そうですか。モデルチェンジね。モデルチェンジですか。あれなるんですよね。 あれ僕ね実は前今乗ってるやつ、はいはい、アウトバックとめっちゃ悩んどったんですよ。あ、これなんやかんや言うてて、でまあ家族もっていう風になってアウトバックになってったんですけど、はいはい、まああのまああとアイサイトっていう、アイサイトですね、まあもうちょっと安全なことだったんですけど、はいはい、だんだんこのシビック見かけていくうちに乗ってみたいな。シビックかっこいいですよね。かっこいいです。あれね、カクカク系好きなんです。カクカク系がいいですね。ロボットみたいな、はいはいはい、カチ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 ってした感じが、であれがちょっと好みやったんで、で言うてるうちにね、でタイプ R が出て、でタイプ R と普通のやつのもう
マイナーチェンジで、はい、確かね、あれね、電動パーキングになったんですよ。そうなんですか。そう、前期はサイドやったんですけど。あ、そうなんですね。なんかサイドブレーキこれじゃなくなっちゃいましたもんね。そう、引くやつじゃなくなっちゃいましたからね。そうなんですよ。僕これもそのサイドブレーキがこれになるじゃないですか、はい、だから結構それに対して、はい、なんか不思議な感覚あったんですけど、まあこれがブレーキホールの音の、はい、はいはいはい、これが実は便利、あのマニュアル車で、要は坂道発進の時とか、あー、そういう機能で使うんですね。もうだからクラッチ踏んどいて、繋いだまんまブレーキポッと、まあ、そうですそうです。確かにそれはすごい。めっちゃ便利です。不安がない、よう下がりますもんね。そう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 、まあ、サイドブレーキ引きながらっていうのもあったりしますけど、ね、はい、そうですね、大体坂道の時吹かしちゃいますしね。バー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 ってバーバーバーってなりますからね。エンブレを効かしながら今下っていう、はい、エンブレ大事ですからね。坂道山道は絶対エンブレですね。はい、かけない人いますからね。オートマでもそうですからね。ね、あのかけてもらって、まあ自然に今かかるようになってますけど。あ、そうですね。ある程度は。僕はあのアウトマックがパドルなんですよ。あ、パドルなんですね。で、あのパドル操作の時結構、はい、バカ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 下りはよく使いますね。下りはやっぱ使った方がいいですよ。本当に。まあ普通のオートマ車でやったら余裕がやっぱあった上で。はいはい、乗れてるから、はい、こう、ま、道の先、はい、こう見れるような感覚っていうのはおのぞ多分あったと思うんですけど、はいはい、マニュアルになった時にはやっぱりこの辺の方がやっぱ気になるのは、ね、なんですかね、よくある潜在意識になってないですね、はい、なってない、潜在意識で運転しちゃう。そう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 、オートマなんかでも潜在意識で自然と運転しちゃいますからね。そうですね、その違いがやっぱでかいな、はい、でも僕はもうぜひお年寄りにこれに乗ってほしい。もう足の力がなくてクラッチ踏めないかもしれない。踏めないですかね。どうなんでしょうね。でもそうなったらもう運転はやめてほしいですね。だから そうなんですよ、足の力がないんだったら。そうですね、ブレーキ踏む力もないでしょうから。そうなっちゃいますもんね。事故がやっぱそういうことで起きてるでしょうからね。痛ましい事故がねあるんでね、突っ込んでいくやつとかね。そうなんですよ、まあ、若い人のためにこの、はい、機能があるというよりかは、はい、お年寄りのためにある機能のような気がしてて、それなんか思います、はい、そのために高額に車がなっていくと、はいはいはい、若いものが買えないと、はい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 、なんかこうずれてるような気がしてて、ずれてしますね、はい、まあ機能はあった方がいいんでしょうけど、はいはい、人間の能力を、まあ、活用しなくても良くなっちゃってる、はい、そうなんですよね、でも若い子らも意外と車乗りたいらしいですね。乗りたい子はやっぱ乗りたいと思うんですよ。ね。買えないんですよね。買えないっていうこの実情が。ただまあ中古車の勧めっていうのはしますけどね。はいはい。安くていいと思うんですよ。そうですね。ただ仮走行してても全然走りますから、はい、日本の車は。そうですよね。はい、一番品質がいい。私が乗ってたクラウン、今ちょっと置きっぱなしになってますけど、はい、20万キロ走ってますから。なるほど。はい、全然走りますよ。何年前のやつですか、ちなみに。ですね、あれがね、18年前ぐらいですかね。なるほど。18年前か。はい、今乗ってるプリウスももう 10万キロ走りましたから。はいはい。なんやかんや言って教えてもらった通り、できてるかどうかは別として、楽しんで走るっていうことはできたかなと、はい。それが一番です。思います。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。おかげで、ちょっと頭の中が僕、整理できました。もうそれだけでも、本番、収穫大きいです。よかったです。到着です、と。はい、今回の動画は以上となります。ありがとうございます。ありがとうございました。で、このチャンネルでは車についていろいろ調べていることをしております。このように、走行の動画やったり実際に、所有したから分かることを中心にお伝えさせていただいております。そして今回貸していただいた田中さんのチャンネルでは、はい、ガラクタ3兄弟っていうチャンネル名で、いろんな車のカスタムやったり、はい、ね、バイクのカスタムやったりっていうのをいろいろ紹介していて、はい、パーツとかのあれですね、組み立てから、ね、レビューとかですね、はい、いろいろされてるチャンネルを運用されております、はい、もしよかったらそちらのチャンネルも、覗きに行ってみてください。はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、
今回は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。